対な。ねえリヴァイ。ダメだ。まだ何も言ってないよ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。ちっ、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。エルヴィン、行かせてもらうよ。待て、ハンジ。リヴァイ。ちっ、バカ。クソでも長引いたか。そんなことないよ、怪弁だったけど。今回はどんな巨人に会えるかな。貴公子なんかいたりしたらもう最高なんだけどな。貴公子ならここに一匹いるがな。え、どこ。ここだ。よかった。しかし限度があるでしょう。歯が折れちゃったんだよ。ほら。拾うな、気持ち悪い。俺だって大事なサンプルだし。エレン、こういう奴らに解剖されたりするよりマシだろ。一緒にしないでほしいな。私はエレンを殺したりはしない。まあ、あいつは黙ってないだろうがな。下手にいじくり回されて死ぬかもな、お前。エレンよ。あいつと。こんばんは、リヴァイ班の皆さん。お城の住み心地はどうかな。早かったな。いても立ってもいられないよ。あの許可については自分では下せません。自分の権限を持っているのは自分ではないので。リヴァイ、明日のエレンの予定は。庭の掃除だ。ならよかった、決定。黙れクソメガネ。お前が巨人のクソになりたいというなら俺は止めん。だが部下を危険にさらすな。巨人は排便しないよ。消化器官がないからね。または働く者として。どうも。ああ、今度は調査兵団を担いで記事を書くといい。ハンジ。おいクソメガネ、お前はただの石ころで遊ぶ暗い趣味なんてあったか。ああ、そうだよ。これ本当に全部塩水なの。あ、何かいる。おいハンジ、毒かもしれねえから触るんじゃねえ。お待たせ、もう終わってないだろうね。ああ、俺も慣れてなくてな。サレス、私も人間の拷問は初心者なんだが、よろしく頼むよ。待て、とにかく目的を言え。何も聞かずに拷問するやつがあるか。だよね、ニコロ君。隊長、私に構わずこの悪魔どもを撃ってください。な、何を言い出すんだニコロ君。お前の三文芝居に付き合う気はねえってよ。一団あたり約2万人で構成され、総員50師団で約100万人になります。それら陸軍に加え、21隻の戦艦からなる3つの艦隊を有し、その他新兵器の進歩も目覚ましく、航空戦力にも力を注いでいます。航空…ちビビってんじゃねえよ、舐められるだろうが。分かってるって。要するに海や壁を越え敵が空から現れる移動兵器のことです。空から来るの。はい。悪いね、散らかしちゃって。ゴキブリがいたんだよ。そうか、だがお前の一撃で粉々に消し飛んだはずだ。